京都市学校歴史博物館京都市。学校歴史博物館は京都府京都市にある博物館。2010年度までは京都市生涯学習振興財団の運営。2011年度からは京都市教育委員会の運営。元番組小学校を中心とした常設展のほか、特色のある企画展を年間4から5回開催している。初代館長は上田正明。 玄関庁は上村敦氏1869年全国に先駆けて日本最初の学生小学校である番組小学校64校を創設した京都の学校教育の歴史を展示する博物館で1998年11月に開館した。建物は東廃合で平行になった元番組小学校の一つである海地小学校の 校舎を利用している。建物、外交のうち、正門、石兵玄関学に登録有形文化財となっている。2016年1月、過去最高だった前年度の入館者数2733人を286日目で上回り、2年連続で過去最高入館者数を更新した。この年度の最終的な入館者数は26,234人。 京都市学校歴史博物館、ありがとうございます。